さあ皆さん、お待たせしました。どうもと BC 連携の藤井ページです。すみません、若干エアコンの風にやられて喉がざらついてますけれども、どうかお気になさらず。では早速登場してもらいましょう。今夜のゲストは萩野リザードマン君です。どうぞ。どうも、萩野リザードマンです。穏やか、こんばんは。穏やかなスタート。もうズームって、やっぱりこの大きい声出せないですよね。もっと振り切れてるタイプやと思ってたけど、やっぱりちゃんと僕常識あるタイプなんで、見た目はブレイキングダウンやねんけどな。本当ですか。この間はね、なんとトンネルズの嬉しいです、ザ細かすぎて伝わらないモノマネ選手権優勝おめでとうございます。やった、ありがとうございます。何回目の出場で、出場は4回ですね、オーディション受けたのは、5年前なんで、まあ一応5年かかってる感じなんですけど。いや、そう。そう、しかもあれすごいよね、はい。何回も呼ばれるよね、あれ。めちゃくちゃありますね。うん、4回、5回、こう、オーディション行って。いや、でもあれ、オーディション行った人には凄さわかると思うんですよ、やっぱり。な、優勝がどれだけ難しいかということが。すごいよね。我々若手にとって、お台場までの交通費がどんだけかかるかっていうな。いや、そうですよ。うん、そうです。もともと、大阪の NSC なんでしょ？そうです。僕、うん、大阪の NSC26 期なんで、かまいたち。何年やろ？2003年。うん。2003年に多分 NSC 入って、の年やと思うんですよ。かまいたち。かまいたち和牛とか、天竺ネズミとか、うん。恐ろしい年やな。恐ろしい年に入ってしまいましたね。東京は東京ですごかったんちゃうかったけど。東京はハリセンボンとか、しずるとかですね。うん、いい年やな。そうなんですよ。いっぱいいるんです。なんでお笑いやろうと思ったの？いや、でも僕もその、最初入りはふわっとなんですよ、うん、結構。ふわっとなんや。なんか、中学の時に、めちゃくちゃおもろいやつがいて、うん、友達で。で、そいつが最初、中学の時にコンビ組んで、吉本入ろうって、ちょっとこう、遊びで言ってきてたんですけど、その時には僕まだ、なんか、ね、何言うてんねんみたいな、芸人なんかなれへんなれへんみたいな感じで。お出身大阪？岡山です。岡山なんですけど、はい。岡山なんか特にな。そうそう。大阪とかやったらあれやけど、ちょっとその、関西近いけど、岡山とかになってくると、大阪行ってお笑いやろうぜって言ったら、大体な、マジで言ってんのお前みたいになるよね。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、で、その子は、大阪から引っ越してきた子やったんで、結構ゴリゴリのもうお笑い好きやった。なるほどね。うん。で、僕もその、お笑い自体は結構好きで、関西の。うんうん、見てたんで、超合金とかを。ああ、岡山からでも見れたんで、うん、だから関西弁とかでちょっと喋ったり、憧れもあって喋ったりしてたんですけど。関西弁喋ってて。関西弁ちょっと近いもんな、そう、真似して、そうそうそうです、うん。やってたんですけど、で、まあ中学の時は、まあそれで、まあちょっとその話があったけど、流れてしまって、おうおう、で、高校そいつと別々になったんですよ。おうおう、で、まあ高校3年間普通にこう生活して、うん、で、もう高3、で、そろそろ就職するか、大学行くか、みたいなんで、みんなこう、どうしよう、みたいな時期に、うん、僕別になんか大学に行ってなんかこういう仕事したい、みたいなのがなかったんで、で、その時にじゃあどうしよう、なんかやりたいことあるかなってなった時に、その中学の時の友達が、お笑いやろうって言ってたなと思って、うん、で、お笑いなんか僕もまあ興味あったんで、ずっとそっから高校の時もお笑い好きやったんで、うん、ちょっと一丁、もう話しに行こうかなと思って、その間さ、高校の時は、ちょこちょこ遊んだりしてたの？その時。いや、全く会ってなかったですよ、その3年間。おう、全く会ってないのに、そういえばあいつそんなこと言ってたなと思って。おう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 。で、久しぶりに3年ぶりに会ったんですよ。おうおう。連絡取って。うん。そしたら、そいつが行った高校が、めちゃくちゃヤンキー高校やって。うんうん。もうバッキバキの、もう、全然、あの時の、面影ないぐらいのなんか岡山やしな、ヤンキーみたいと思った。そうそうなんです。岡山とかは激しさが残ってんもんな。激しさ残ってたんですよ。うん。で、なんかその、いつまでもそんなに夢みたいなこと言うとあかんねん。全然、全然違う。急に全然違う感じになってると思って。うん。で、なんか、タバコを加えながらなんか、宿題するみたいなようなのは。どっちやねんもん。どっちやねんみたいな。ちょっとおもろいな、でもまだこれみたいな、ね。ええ品か悪いんかどっちやねん。みたいなね。タバコ吸うし、宿題はするし。宿題はするんかいっていう。うそう。で、それでもう、もう諦めみたいな言われたから、じゃあもう一人で行こうかと思って。それでもやっぱ一人で行くってなるんや。そうですね。なんかじゃあ自分はちょっと火ついてんねんな、もん。
そうなんですよ、そうなんですよ。うんうん、で、なんか、もうみたいな、もうちょっとそうそう、じゃあ諦めようかってなるのもなんか、あれやったんで、尺だったんで。おいいね、いいね。ちょっと行ったろう思って行ったんですけど、やっぱり最初も、全然友達もできひんしで。例えば、高校の時とかに、例えば、文化祭で漫才やったりとか、コントやったりとかではなかったの？あ、全然です。え、クラスの人気者でもないの？でもなく、うん、なんか、ボソボソっと言う、なんかを言って、ちょっと周りの人だけ笑わすぐらいの感じとか変なもん作ったりとか。射程距離短いやつな。そうです。だからその大声で先生に届けへんけれどもちょっと何か言って本当に前と後ろの3つずつぐらいがちょっとみたいな。あ、そうですそうです、そうです。射程距離短いな。そうなんです。だからちょっと美術の時間とか工作の時間とかで、うん、変なもん作って そこで大喜利して周りの友達だけ笑わすみたいな。ああ、ちょっと今につながるとこあるやん。うん、そうなんですよ。だからそういうところは、うん、その頃からありましたね。で、NSC 入って友達できずに。友達できずで、まあ、なんでも、友達できないぐるみで、ちょっと、うん、ちっちゃいコミュニティはありましたけど、その中でちょっとコンビ組んだり、変えたりとかあったんですけど、でも、2組ぐらい組みましたけど、どっちも3ヶ月ぐらいで、もう相方が辞めちゃってみたいな。同期何人ぐらいおるの？一番最初600人ぐらいいたんじゃないですか。600人 ?600 ぐらいいたと思いますよ、多分。で、あれ、クラス分けとかされるやつ、面白い順にみたいな。そうそうそう。一番最初は何もなしで、多分 A から、うん、H グループぐらいまであったんですかね。なんか結構あったんですよ。うん、そっから、半年ぐらい経って、まあ、ネタ見せとかをやって、うんうんうん、で、それのランクによって、その A ランク、B ランク、C ランクって分けられるんですよ。うん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 。で僕、その相方もできなかったし、うん、ピンネタなんかももうよ全然してなかったんで、うん、できなかったんで、うん、もう C ランクとかやったんですよ。うん、で、まあ、ほとんど行ってなかったんで、もう半年ぐらいしてからは。あ、そうなんや。うん、そうです、行ってなくて、で、C ランクってなってから、もうほとんど行かなくなっちゃって、フェードアウトした感じですね、だから。あ、じゃあ一回辞めるというか、もう行かなくなったんや。そうですね、行かなくなっちゃった感じ。その間どうしてんの？大阪でバイト？バイトです。で、ずっとバイトしてたんですけど、うん、その入ったバイト先に、うん、それこそ吉本の当時の先輩たちがめっちゃいて、何のバイト？違うで、コンビニですね、普通に、うん。コンビニの夜勤をやってたんですけど、たまたまそこに、その先輩がいっぱいいたんや。たまたまめっちゃいて、うん、いや、で、マンション、住んでたマンションに、たまたま仲良くしてくれた芸人さんがいて、先輩で。うん、で、その先輩が、うちのコンビニ来るかって言って、その先輩が働いてる、コンビニに行ったら全員もその芸人さんやったみたいな。でも当時、それこそベース吉本のメンバー入りしてたぐらいの先輩だったんで。なので結構僕としてはありがたいというか、うん、NSC 側ではあんまり友達できなかったんですけど、うん、そっちで、まあうん、まあ先輩からいろいろ教わって。で、そこのコンビニに働いた一期上の先輩とコンビ組んだんですよ。初めてというかがっつり。そこで初めてがっつり組んで。それが東京来た？あ、いや、じゃないです。その1個前ですね。その1個前ない。それは1個前に、うん、三日坊主っていう、名前役で。おお。はい。いいね。三日坊主っていう名前で6年やってます、ね。いいね。振りが効いてるな。がっつり6年やるっていう、全然。6年やってたんや。バリしぶとくやってました。うん。はい、それこそ、吉本？はい、吉本で。吉本っていうか、でもあれ、オーディション受けてる感じです、ずっと。あと結局、オーディション受かって、メンバー入りしないと、吉本の、芸人じゃないですよね、言うとね。うん、だ一応、10年、大阪吉本やってましたっていう、まあ、ざっくり説明するときには言ってるんですけど、うん、僕、だから前の、その、三日坊主の時は、入れてないんですよね、うん、実は、大阪、吉本に。なるほどね。うんうんうん。そうなんです。もう、だから要は、まあ、毎月あるオーディションみたいな、オーディションライブを受けてたみたいな。はい、受けてっていう感じ。だから一番最高で、その、決勝、プレステージ決勝みたいなとこまでは行きたいするんですけど、おー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 、でもメンバー入りにはできなかったですね、その、うん、そのコンビの時は、うん、その時の相方は一緒にいた女性ともう結婚するからっていう理由でもう辞めていきましたね。その時はもうあれでしょう、はい、もう20代後半とかでしょ。そうですね、25、6とかですかね。でよくそこでじゃあちょっと俺もそろそろかなと思わんかったな。いや、僕はまだ全然やりたかったんですね。あ、すごいね。おー、いいね。で、あとやっぱり僕気遣いなんですよね。で、うん、先輩とかで気使って気使ってあんまりその自分のやりたいお笑いができてなかった部分もあって、うんうん、あ、なるほど。もう未練があったわけね。ちょっと未練があったんですよ。で、なんか、うん、もう最後の三日坊主の時の最後の半年ぐらい、うん、
結構前の相方がもう俺ようお笑いのこと分からなくなってきたからちょっともう好きにネタ やってくれみたいな、うん、最後に、うん、なんか好きなお前の好きな感じでやってみてとかって言われて、うんうんうん、でその時ずっとマンドやってたんですけど、うん、初めて多分そこでコント、はいはいはい、コントやりたいなと思って、うん、そのちょっと小道具使ったコントがやりたいなと思って、うんうん、でちょうどキングオブコント始まったぐらいやったんで、うんうんうん、大会があでそれで一回出てみようって言って、うん、そしたらずっとその賞レースとかをこう1回戦とかになったんですけど、うん、そのキングオブコントで2回戦とかいけたんで、あいいな、あ意外とコントいけるんちゃうってなって、うん、でそういう小道具いっぱい使ったコントをやってたんですよ、うん、もう最後の方の終わる、うん、解散する直前の3日坊主の時でそれを多分、うん、あの前のローズの相方が見てて、おうおうおう、あなんか俺のやりたいことと似てるみたいな感じで、あ、そう、そのコントを見て、でそっからだから次のコンビはこう、ああいう小道具を使ったコントばっかりやりだしたっていう。いや前から知ってたんやな、面識はあったわけ。そう、それこそそこのコンビニでも一緒だったんです。あ、その人本当、あのはい、ナゲットさんもそれがもうローズヒップファニーファニーね。そう、その後はローズヒップですね。そっから いい名前だな、うん、いやあれも それも今でも適当にびっくりドンキーでつけたんですけど。ありがとうございます。ローズヒップファニーファニー組んでさ、まだそのまま大阪でちょっとやるわけでしょ。あ、そうです、そうです。大阪でやってて、そっからローズになってからは結構すぐ比較的メンバー入りできたんですよ。あ、すごいね。はい、意外と。その頃もあれやな、ベース吉本でしょ、まだ。はいはい、まあ、ファイブ、名前がちょっと変わってファイブアップ、ファイブアップ吉本、はい、うん、でその時ちょうど多分メンバー入りしたぐらいのタイミングで一緒にそのあたりにいたのが多分ソシナとかユリアンとか、ああ、はい、霜降り明星を組み立てぐらいの時かもしれないですね。でもメンバー入りしてさ、それで何年ぐらいやんの、はい、その大阪では。大阪で多分2年ぐらいかな、多分2年ぐらいですね。あ、そんだけ。そうすげ、やってたんですけど、うんうん、なんか合わないとなって、吉本の感じが合わない。合わないなっていう感じになって。で、まあ、あと、なんか空気的にやっぱもう結構芸歴いってたんで、もう若手をガンガン出す感じで、結構その芸歴いってる人は違う劇場、あの、うん、ベース吉本じゃなくて、ちょっとあの、うん、他のちょっと劇場みたいなところに、そっちにちょっと一家される感じもあったんですかね。なんかそれもちょっと、あんまもう覚えてないですけど、でもなんかちょっと言いにくい感じではあったんで。いや、そうだな。結構吉本なんて血の入れ替えが激しいからさ、はい、そうですね、サンミュージックとは違うからさ。いや、サンミュージックはもうすごいから。もうそれでじゃあ東京行こうかってなったんや。そうですね。であとまあ芸風的にもやっぱ派手なんで東京の方がいいんじゃないのみたいな、うんうん、まあ、テレビ向けなんじゃないかみたいな言われて、うん、でじゃあちょっと行ってみようっつって、うん、最初の1年ぐらいはフリーでやってたんですけど、うん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 、でいろんな事務所を見てで、うん、でサンミュージックの事務所ライブ見たときに、うん、なんか楽しそうやなっていうのと、あと前の相方が、あの同期、大阪の時の同期の友達とかが結構サンミュージックにいたんで、それこそ梅木さんとか、梅木ね、シャイニングスターズのひよたさんとか、シャイニングスターズ、はい、岡ちゃん今もいるけど、岡ちゃんはまだいます。岡ちゃんはなんかあの、うん、下なんですけど、あ、岡ちゃん下ない、岡ちゃんの相方がちょうどナゲットさんの同期だったんですよ。あー、ほんと。はい。なんか一時さ、急に大阪の吉本からカバカバって入ってきた時期あったもんね。その時ありましたね。その次です、その次です。はい。何があったんやろうと思ったもん。うん、そういうパイプができたんだ。漫才劇場ができる直前ぐらいですね。あ、そうなんや。はい。前のコンビで何年ぐらいサンミュージックではやってたの？サンミュージックで8年ですかね。え、そんなにやってた？そうですよ、実は。だから、どうぞは全部で10年やってますよ。3年ぐらいかなと思ってたけど。いや、そうですよね。そうなんですよ。なんか、活動が、多分ギュッとした3年ぐらいの感じなんですよ。本当によく言うやつですけど。まさに、それぐらい。ブッチャーブラザーズ方式な。うん、あ、そうです。うん、そうです。ギュッとしたら、ギュッとしたら芸歴2年っていう。いや、そうです。本当にでも、そんな感じになっちゃってましたね。8年やってたんか。あと、まあ、コロナのね、あの時期と被ったっていうのはありますね。なるほど。あれが無駄に、多分、こう、長引かしたというか、ほとんど活動してないのに。なんで2000年でしたっけね。はい。あれ、2000年から。そうですよね。だから2000年が一番グワッとなった時かな。そうですよね。で、その1年間、うん、2001年の4月までは多分やってましたかね。うん、
うん、なんで解散したの？結構もう相方は、まあ、テレビとかがもうちょっとその前ぐらいから、うん、コロナの前ぐらいからちょっとやっぱそっちの方でネタやるのがあんまりもうちょっとちゃうなってなってて、え、おう、でさ、テレビだとやっぱちょっとだいぶあるじゃないですか、あの規制というか、ね、できないと制限が、やっぱ自分の好きな形の笑いができないってなって、まあでもそこ、え、理想はどんな形なの？じゃあ、いやもうだからもう、もうエログロなんでもありの多分、まあそれこそまあザコシさんとかはな、結構 YouTube、 そうですね、はい、おえ、ザコシショウさんも結局そのそこの間を縫ってというか、ちょうどやっぱこう折り合いをつけはって、ちゃんとそうやな、自分がやりたいこととテレビで受けることとのいいところを見つけたもんね、はい、そうですね、うん、で僕はそこある探せばあると思うんだけどなっていう話を僕は結構ずっとしてたんですけど、うん、やっぱいや俺はそっちはもうええわっていう感じになって、そこがだから平行線になっちゃったんで、ずっと。ああ、まあやりたいことがな。そうそうそう。そんなことさ、ね、こう、やっぱりこう、コンビで合わないと、やっぱそこはな。そうなんですよね。で、うん、そこが、だから僕はやっぱずっと、結局テレビ出たいし、あと一緒にやってた仲間もどんどん売れていってるんで、そうやんな、うん。僕はあっちでやりたいなっていうのもあって、うん、そこがまあもう話がちょっと、こう、ね、俺使えんにやったらもうしょうがねえなって、これ、お互いやってても多分しょうがねえなと思って。で、結構もう、うん、そうですね、オーディションとかテレビ側のオーディションとかも行かなくなっちゃってたんで、最後の方は。あ、そう。そうですね、うん、で僕が多分それで受けたいけど受けれないっていう状態がずっと続いてて、うん、そのコロナの時期って結構もうピンでも受けれるオーディションとかもあったんです。あ、そうね、ああいう時期だったから、うんうんうん、でそこで多分、細かすぎて初めて受けたんです。あ、そう、やることなくて、はい、そうそうそう、うん、なんか僕だけでもなんかやろう思って、まあ一応細かすぎて初めてそこで。ね、その時は最終のオーディションまで行ったんですけど、それで落とされた。うん。じゃあ解散するかって。まあ結局どっちが切り出したのじゃあ、そうよ。どっちからになるんですかね。なんかでも一応、その、うん、俺はやっぱでも一緒にやりたいなっていうのがその時あって、で、ガーン、うん、でもこのまま話がこう、どっちも折れへんのやったらなっていう空気になって、うん、で、向こうが、じゃあもう解散するかって言ったかもしれないですね。ああ。まあ、俺から悟ったし、じゃあ解散も俺から言おうか、みたいな感じで、まあ、向こうが言った感じで。たまに、頭と襖が一体化するね。うん、いや、そうそう。ちょっとごめんなさい。真面目な話しすぎて、ちょっとすみません。おもろいとこ見つけようとしてるじゃないですか、ちょっと。いや、違う。俺はそういう話を聞きたいんだよ。大体いつもなるんですよ、ここ。僕が変わって動くからね、余計に。ね